ポンフェラーダは、スペイン、カスティーリアイレオン州、レオン県の自治体で、エルビエルソ地域の中心自治体でもある。自治体内の一部の地区では、ガリシア語が使われる。新石器時代、鉄器時代、ローマ時代の定住地の痕跡が残っているが、公式の記録に、名前が載るのは11世紀である。1082年、司教、オスムンドが、 サンティアゴでコンポステーラの巡礼路を行く、巡礼のためにシル川に橋を架けるよう命じたとある。集落は、近郊のラスメドラスで採掘される金で潤い、シ汁川ウガ岸周辺で人口が増えていった。別の説では、ポンフェラーダの名は、強固な橋、または、鉄の橋を意味する、ポンスファラダから生じたとしている。1八十六年頃に、サンペドロ教会ができ、 教会の周りの集落は、ラ・プエブラ・デ・サン・ペドロと呼ばれるようになった。これがポンフェラーダの前身である。それから橋がフェラタ橋と呼ばれるようになった。様々なものがポンフェラーダに関わりを持った。最初の領主は、順位霊ロの警備を行っていた、テンプル騎士団であった。騎士団解散後は、恐りをけのものとなり、その後、カトリック領王が所有した。 1908年9月4日、アルフォンソ13世は、ポンフェラーダに、死の称号を与えた。自治体首長はのサムエル・フォルゲーラル・アリアスで、自治体表議員は PP、PP-12、ソ、SO、8、IAP、5となっている。ポンフェラーダは、ポンフェラーダ司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。コマルカであるウェルビエルソのワイン生産中心地で、 ドイツやアメリカ合衆国にも輸出されている。果物や野菜の生産がも盛んである。牛の飼育は都市の成長によって後退してきたが、家族経営の形態を維持している。粘板岩採掘、建設機械製造や風力原動機による発電が行われている。ありがとうございます。